본방와 방그대기 神戸南南っていう町中華料理高菜っていう町中華があるのよ。ここよくね人がいっぱい入ってんのよ。ええー、じゃ人気なのかなっていうんでね、ファンクツーでね、中入ったらね、男性率がもうね9割、女性の客はね、家族連れで一緒に来てたんで、ママさん一人だけで、あとのね、メンバーみんなね、男ですよ。ただ古なじなのかしら。それでね、ファンクのね、前に座ってたね、お兄さんがね、餃子とチャーハン食べてんのよ。あらま、うまさって言うんでね、ファンクちゃん、ちょっとこれも頼んでみました。で、出てきたね、このチャーハン、なんかしっとり系なのかな、ちょっちゅう浮いちゃってる感じで、板橋のね、しっとりチャーハン、まあ、やられたね。またしっとりチャーハンいっぱい探しに歩きたいなと思ってんだけどね。で、餃子がなんかね、あの鉄板に乗ってると思ってたのよ。で、運ばれてきたらこれ鉄板に見えるお皿ね。あ、そういうこと。あ、でもスープも美味しそうじゃない。おしんこと、あとね、梅干しもね、あの小鉢に乗ってますよ。実はね、この日ここじゃなくてね、暑かったからすぐ近くに台湾スイーツのお店行こうと思ってたのよ。この間とかちょっと前に動画であげたじゃない。あそこのとこまで行ったんだけど、その日なぜかね、なんか女子高生のお姉ちゃんとかがいっぱいいたのよ。あ、これはおっさん一人で食べるのきついなと思って、逃げた。こっちの方に来た。いや無理だよね、もうおっさんになっちゃうとさ、女子高生とか女子大生とかいっぱいさ、お店にたかってると、いやもう、もう、あ、おっさん何、気持ち悪いのに、なんでこういうとこ来るのって思われてそうでさ、もう逃げるよ。食べログ先生、食べログのね、評価とはね、星がね、4.51 ポイントみたいよ。5ポイント中。それでね、高円寺トップクラスの和み系町中華。ゆったりと過ごせてワンコインメニュー、満腹、安い、味がある、三拍子揃った素敵中華食堂、鶏ガラと野菜の甘みが溶け合った正統派醤油スープに縮れ毛がたっぷり、揚げたてサクサク食感な唐揚げはどこか FKC を思わせる味付けでいける。え、ケンタみたいなの。嘘。あと、ライト、べちゃな、炒め加減のチャーハンは、パラパラとは程遠く、味付けも胡椒が他の調味料より頭一つ飛び抜けている、ちょっとバランスが悪い感じ。チャーハンの出来栄えは、家庭のチャーハンと同じ。よし、英語でいい。それでね、まあ、チャーハン食べてみたんだね。ママ、うめえ。これ、うわ、うちのママもいいんですよ。で、餃子、餃子ママもいい。いや、でも、なんて、値段安いもんいっぱいあって。ぶっちゃけ、ごめんなさい、お店にしようすごく良くしていただきましたと。視聴者さんね、嘘つけない。ファンクには合わなかったということで、すいません、名前聞いてしまいまして。何のグルメもわからない。味オンチのファンクは言って申し訳、あ、でもね、なんかファンクの近くで偉いもの食ってるしね、山盛りのカレーに、あのね、チキンステーキ、おばちゃん聞いたらあれ唐揚げだっていうね。え、何それ。それじゃファンクね、それ食べ、もう立て続けに食べと思ったんだけど、この後仕事が待ってたからさ、また別日にここへ訪れてみました。何かのこの唐揚げをつけるメニューは結構あるね。どっかの大きい唐揚げ食べてみる。そんなに人気あるんだと思って、別日に来たんだけど、めちゃくちゃでかくてさ、やっぱ近くで見るとすごいね。カレーの中の豚肉の量も尋常じゃないわよ。これ食べて多分数時間後がっつり運もでさ、これ唐揚げがっつりの出る。これは間違いない。ケンタッキーみたいな味するんだって。
ガチでやばそうじゃん。なんかカレーの味わいがなんか初めての匂い。お蕎麦屋さんのなんかカレーの匂いじゃん。なんか好きよ、意外とあの和風なカレー。確かに書いてある通り、ケンタみたいにテクテクななんか変なお塩とかそんなのぶっかかってて、これなんか美味しそうじゃね。でこれ厚みとデカさ、衣よりもね、多分肉の衣薄くて肉がもうどんどんなんか唐揚げってるって感じだと思う。もうほぼはチキンステーキじゃん。えらいことになってますね。でこのカレーの豚肉もまあすごいわね。もりもり出そうじゃないね。それでね、唐揚げ食べてみたね。あ、パンク、あえー、しょっぱいのが大好きなパンクだ。あの司会の水もミネラルウォーターだって軽々に飲める番組になっちゃった。これは天下の味するかも。これでもちょっとスタバかな、バンクだからしょっぱく感じるのかもしれない。なんとかね、後でちょっと水を足して薄めて食べましたよ。じゃあのちょっとね、こちらやったらごめんなさい、あの下バカなマンクこのこと言うの本当申し訳ないんですけど、ちょっとね曲にしてみました。自由でクイッ、世田谷区の深沢に福岡チャンプ、サイコンタンっていうお店があるの。なんか変わったお名前ね。方言なのかしら。そこ、何回か行ったんだけど、必ずなんかね、人がいっぱいいて、なかなか入れなかったんだけど、この間ね、やっと入ることができました。それに、ちょっともう時間、ちょっとしかないんで、トーク、短めに、あ、ごめんなさい。この素敵な声をみんな聞きに来てるのに、本当にごめんなさい。もっと、歌おうかしら、また。もういい。ここでね、変わったなんか、ちゃんぽん。それはね、もつ煮だちゃんぽん。普通のちゃんぽんはだいたい900円とか900円ちょい。でもね、このもつ煮だちゃんぽんはね、1200円ですよね。プラス300円でね、半身セットをお願いいたしました。それでね、お野菜いっぱい入ってんのよ。それで、この、なんて言ったらいいんだろう。なんか、ここはあっさりちゃんぽんですごい美味しいって話聞いてたのよ。でもなんかパワフルな感じするよね。まあもちろん、もつと狙ってるからそういう香りだと思うんだけど。それで食べてみたのね。あの、醤油だしがね、効いてる。味しっかり効いてるんだけど、さっぱりな、ちゃんぽんかな。それに、ニラとね、もつ。あくちゃん好き。あ、ここ、美味しいじゃない。それ1200円だけあって、もつめっちゃ入ってる。この表面に見えるだけじゃなくてね、奥の方にめっちゃ入ってんのよ。で、なんて言ったらいいんだろう。もつのね、味、味噌味かなんかで、ね、似てると思うんだけど、ちょっとな、抑えてんのよ。で、ラーメンの味をちょっと濃くして、で、なんか合わせてるような。なんか、もつラーメンのすごくお上品なちゃんぽんって感じ。あと、麺が太くてね、あとこのキャベツがこのもつと合うのよね。ラーメンともつとキャベツ、これはうまいわ。それでね、チャーハンはめちゃくちゃパラパラで、で味がちょっと控えめすぎるかな、もうちょっとお前が欲しいんじゃっていう、なんていうの、強引な、なんていうの、男っぽさ、なんか告白してくれるまで待ってるわよみたいな、そういう男じゃね。そんなんじゃ本句は持ち帰れないぜ。もっとグイグイ来ないと持ち帰れないぜ。おかしくなってないですよ、ワンク。いや、でも、福神漬けとめちゃくちゃ合うチャーハンね、これね。福県のチャーハンも、もっとあっさりしたような感じかな。それとね、麺が太くてね、スープと合うねんね。あ、ここでもまたちょっとノンアルを食べに行きたいな。ただこの店、若いカップル多いよ。行っちゃってるのとかもね、結構いるから、マジは。私をものにしたいならもっと
ズビビッと来る相談をよこしてみなさいよ。男ならそれぐらいできなくてどうするの。そんなんじゃファンコは乾いたままよ。全然乾いたままなんだからね。東京市クラブでは皆様のご相談をお待ちしております。ところでよくある相談が来るんだけど、数字の4にねという書き込みがあるのね。あれってどういう意味かしら。